はい、というわけで今回は東小金井に来てます。で、今回がキッチンお得の晩ご飯さんってお店なんやけど、なんかね、すごいね、ボリューミーな定食を提供されているお店なんよ。で、食べログとかのさ、メニュー見てたらさ、なんかちょっとさ、既視感覚えたんやけど、前さ、メシキングさんっていうカレーとかさ、めっちゃ大きいミックス定食みたいなのをさ、作っていただいたお店の店主さんと指定関係みたいな感じの方がやられてるお店みたいなんよね。なんで、まぁ、ちょっとね、今回もね、多分すごいボリュームになると思うんやけど、楽しんでいきたいと思います。寝不足で顔がパンパンなんやけど。な感じで行っていきたいと思います。餅みたいやな。行ってきまーす。いや、これすごくないかい？だけで、今回はね、熟成ミックスフライ定食と、あと揚げ、炒め物とかもいただいてて、ご飯。かわいい。ちょっとね、タルタルとか、おろしとかもいただいてて、これはお味噌汁。ちっちゃく見えちゃう。めっちゃお味噌汁ちっちゃくない？かわいい。じゃあ今回も美味しくいただいていきたいと思います。掃除量が約5キロくらいです。スタートまで3、2、1、OK、いきます。どっから行こうかな。後ろ姿、サクサク感がすごい出てます。めちゃくちゃ柔らかい。何これ、一度茹でてから揚げましたみたいな。ごちそうさまで。うわ、ソースとかかけない、かけずに食べても全然美味しいね、これ。唐揚げも大きいぞ。唐揚げも普通に大きくない。おいしい。醤油唐揚げだと思うんだけど、いい感じにニンニクが効いてる、これ。ご飯が足りん。めちゃくちゃ美味しい。何これ。いや、超甘い。どうやって食べていいの。すっごいバランス力。すごい、めっちゃ綺麗じゃない。まっすぐ。
タルタル。かつてエビフライはタルタルを食べる冒険をしちゃったみたいな。最高すぎる。うわぁ、美味しい。うめ、味フラこっちが重い。やばい、やばい。これは美味しすぎるか、絶対使えるね。本当はとんかつとかあるんだけど、なんかいらないな、全部。これやばいな。お米がまた美味しい。キャベツも食べてる。うわ、崩れる。うん、キャベツもつやつや、めちゃくちゃ美味しい。うん、味噌ダレの豚肉と玉ねぎ炒め、これキャベツ進むやつや。これお肉めっちゃ美味しい。テイクアウトとかあんのかな。家でも食べたいな。せっかくやし、とんかつソースも使わせていただく。アジフライはっはすぎるんやけど、ほんとに。これ天才やな。Thank you.
すぎるんだけど。聞いてる。ちょっとこのさ、おろしのいただいてるか。ちょっと美味しい。最高やこれ。大根のその粗さがなんかすごい。これがすごい珍しいんだよ。おっきい。これさ、レバニラなんだけどめっちゃ色綺麗じゃない？これ、やばい。めっちゃ美味しい。レバーの臭みみたいなのが全然ない。これめっちゃ美味しいな、レバニラ。これ天才や。塩レバーっていうのもあるんだ。これは多分普通のレバニラな、ニラレバなんだけど。レバーは生の冷凍してないんです。生レバーですか？すごっ。めちゃくちゃ贅沢じゃないですか。だからか、本当に美味しい。すごっ。これ定食屋さんで生レバーってめっちゃすごいな。これ生レバーであることをもっと大々的に宣伝していただきたい。めっちゃ美味しい。やばい。うわ、これ最高やね。どこ食べても美味しい。見てこれ、なんか炒め物のタレがしみしみになってる。おかず足りるかなって不安だったけど、これご飯本気に足りるな。見てもあとこんだけやもん。あら、そう。おろしエビフット。ちょっとこれ、タルタルつけようかな。
天才や、本当に。一口ごとに感動する。追加の煮です。よかったらどうぞ。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。煮いただいちゃったよ。見て、お豆腐いっぱい。めっちゃ美味しい。すごい。うわ、柔らか。めっちゃ美味しい。これ消化物っていう。だからか、もつってちょっとほらこうかってりしがちなんだけど、そこにこの生姜が入ってるから爽やかな感じって言ったらいいのか、すっきりする。こってりの後にすっきりする、うん、うわ、これちょっと最後ご飯残して締めよう。これでものやったんやけど、今回全然ねもたれないっていうか、油もすごい綺麗なんだろうね。疲れた感じも全然ないし、衣がとにかくサクサクで軽かった。いろいろタルタルとかおろしとかソースとかもねいただいたけど、もともとのこの味付けがすごい美味しかったから、本当にそんなに味変とかしなくても素のままで美味しいっていうか、めっちゃ美味しかったし、あとやっぱとにかくご飯に合うねこれ全部。あとお酒メニュー数とかもすごいたくさんあるし、あとラーメンとかもあるんだよね。他にも全然いっぱいメニューあるからね、またちょっと機会があればお邪魔させていただきたいなと思いました。めっちゃ美味しかったです。駅からもね歩いてもほんとピッて来れるから、ぜひ近くに来た際は遊びに来てみてはいかがでしょうか。ぐっす、美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあね。